城学院大学人間科学部コミュニティ福祉学科辻あかりさん。私は昔からボランティアに興味があり、中学生の頃から少しずつ地元のボランティアなどに参加をしていました。大学では福祉を学びたいと思っていましたが、大学の授業の中で私を変えた言葉がありました。それはやりたかったをやったに変えようという言葉です。興味はありつつもどこか消極的だった私は、それからはとにかく行動を心がけ、さまざまなボランティアに参加していく中でボランティアコーディネーターという夢を見つけることができました。ボランティアコーディネーターとは、ボランティアを必要とする人とボランティアをやってみたいという人をコーディネートし、ボランティア活動を活性化させる仕事。かつての辻さんのようなボランティアに興味はあるけれどためらって行動に移せない人の背中を押してあげたいと辻さんは語ります。辻さんはボランティアに関わる全ての人がそれぞれに持つ価値観を知ることで自分は成長できるという実感を持ち、とても活発にさまざまな活動に取り組んでいます。そんな辻さんの持つ信念とは。社会福祉事務所で働いていらっしゃるケースワーカーの方のお仕事を見て驚いたことがあったんです。その方は福祉を必要とされる方に対して本当に真剣に相談に乗り、時にとても厳しくアドバイスをされていました。困っている人をその場限りで助けるのは簡単で、大切なのは困っている人が同じことでまた困らないようにすることだと気づかされたんです。そのためには心から人を思う優しさを持って、強い意志で人と向き合わないといけないということを学びました。辻さんは今社会福祉士の資格取得のためにボランティア活動と勉強とを懸命に両立しています。ボランティアに関わりたいという志と一緒に高い専門性を身につけることでもっと人の役に立てると信じて忙しい日々を過ごしています。そんな日々がきっと辻さんを立派なボランティアコーディネーターにしてくれるでしょう。頑張れ辻さん。